チューリップです、チューリップ。ラチリンさん、マシュマロありがとう、こんばんは。ナポリンさん、マシュマロありがとう。ヤチリンさん、ハートなめちゃありがとう。アズミとお好み焼き食べたくなった。え、ね、そうなんよ。私も今日めっちゃお好み焼き食べたくって。もうね、口の中と胃がお好み焼きだったんですけども、食べたすぎて。お好み焼き屋さんめっちゃ満帆だった、今日。行ったらお姉ちゃんと。そっか、金曜じゃけん、思った。金曜じゃけん混むんか、と思って。そう。プータさん、マシュマロありがとう。チリンさん、ハート、ありがとう。もう、そう。2店舗行ったんですよ。2店舗。もともと行きたかった、お好み焼き屋さんに行ったら、人がいっぱいで、あくまで、席があくまで待ってもらえなりますってなって、あ、じゃあ別の場所行ってみるかってなって、別の近くにあったお好み焼き屋さんに行っても、そう、いっぱいで、だから、みんな食べたいんだねって言って。お好み、みんな食べたい日だったんかもねって言って。ナポリンさん、マシュマロありがとう。ネスさん、かわいい。ありがとう。リータさん、マシュマロありがとう。うん、禁断症状出とった。なんか、街を歩いて、その佐渡に行くのに、あのね、ソースの匂いがしたんです。外に出たら今日。家の外出た瞬間、ソースの匂いがして、お好み焼きの。お好み焼き屋さんが近くにあるわけじゃないのに、なんかソースの匂いがして、もうそのソースの匂いを嗅いでから、もう、お好み焼きってなって。お好み焼き食べたいってなって、そう、お好み焼き食べたくなったんです。ヘリアズミさん、ハートのアメちゃん、ありがとう。レネさん、マシュマロ、ありがとう。リオさん、ハートありがとう。ヤマヤマキツさん、マシュマロ、ありがとう。マサムネさん、ハート、ありがとう。ミータさん、ハート、ありがとう。あるある NKYK さん、マシュマロ、ありがとう。そう、鉄板焼き屋さん行きたかったんだけどね。鼻筋だから。熊田パパさん、マシュマロ、ありがとう。マリマリさん、マシュマロ、ありがとう。ジュジタスさん、マシュマロ、ありがとう。そうだよ、本能が。もう、アズミンの本能が叫んでた。お好み焼き食べたいって、今日は。こんばんは。お好み焼きは、蕎麦派です。うん。蕎麦。蕎麦派。そう、罠だよね、本当に。ソースの匂い、広島県民特有なんかな。え、でもやっぱお好み焼き屋さんのお店多いから、広島県、広島市内とか特に、本当にもう、うん、お昼時か、まあ、夕方ぐらいになったらもうソースの匂い漂ってるよ。あれ、そう、ソースの匂いが漂う街、それが広島です。お好みのソース、広島のお好み焼き外国人の中でめっちゃブーム。え、そうなん、ブームなん。え、ジャケ多いんかな、ジャケ今日食べれんかったんかな。みんな外国人だったんかな、お客さん。え、でも海外の方多い、広島。やっぱ宮島とかね、あの原爆ドームとかもあるので、やっぱね、多いですね、海外の方。宮島とか多いですよ。宮島に行くまでの電車とか、そう、めっちゃ多かったりする、海外の方。広島市内も多いですね、街とか歩いてても多い、海外の方。ポロンさん、ハートありがとう。ヤスさん、マシュマロありがとう。ポロンさん、マシュマロもありがとう。オケビーさん、ハートのアメちゃん、ありがとう。シミコさん、マシュマロありがとう。主さん、マシュマロ。ナミビーさん、マシュマロ、ありがとう。こんばんは。広島食べ、え、食べて。お好み焼きはもうね、絶対食べてほしい。え、ウニホーレンね。私もウニホーレン食べたい。ウニホーレン食べたい。そんなウニホー、前、ウニホーレンとかも食べたお店に行こうとしたんです、今日。
あそこに、そう、そこの前も行った場所に行こうとした。お好み焼き美味しい居酒屋あるよ、いっぱいあると思う。お好み焼き美味しい居酒屋、うん、なんかね、お好み焼き屋さんよりも鉄板焼き、鉄板焼き屋さんみたいなところに行ったらお好み焼きも売ってるし、そういうなんか鉄板焼きのメニューとかもいっぱいある美味しい居酒屋さんありますよ。探したら多分いっぱいあると思う。うん、コウジさん結婚してありがとう、こんばんは。トリエ工事終わってる、うん、終わってる、終わりましたね。そう、前に今井向吉さん、ハートありがとう。明石海峡さん、マシュマロありがとう。コナンさん、マシュマロありがとう。だから今綺麗な鳥居が見れますよ。みよこちゃん、マシュマロありがとう。宮島ね、海岸のこと多いよね。うん、めっちゃ多い。ポルダグイさん、マシュマロありがとう。今井向吉さん、ハートありがとう。明日お好み焼きとかキヤキ食べよう。いいなぁ。今年も食べたい、お好み焼き。クックさん、マシュマロありがとう。でも、めっちゃ食べたんですよ、私今日。姉ちゃんとも。やっぱさ、注文難しいよね。私ね、うまく注文できないんですよね、ご飯屋さん行って。毎回さ、お腹が苦しい、もう入らんってぐらいまで頼んじゃう。今日もなんかめっちゃ食べたのに、最後お姉ちゃんとでじゃあデザート頼んで最後終わろっかって言って、それまでに割と食べたのにデザートでフレンチトースト頼んじゃって、で店員さんにフレンチトーストちょっと大きめですよって言われて、あ、わかりましたって、二人で一つ食べられた方がいいと思いますってなって、あ、じゃあフレンチトースト一個お願いしますって言ったら、もう想像以上にもうバカデカフレンチトーストがやってきて、しかも分厚いんですよ、もう。分厚くって大きいフレンチトーストがやってきて、もう、はぁってなって、お姉ちゃんとも、そう、食べました、分けっこしながら。クックさん、ハートなめちゃん、ありがとう。あ、ニレの木陰の下での MV、ありがとう、見てくれて。嬉しい。ありがとう、いっぱい見てください。いっぱい見てね。りょうちゃん、ハートありがとう。りょうさん、ハートなめちゃん、ありがとう。まずは目指せ1万回再生です、ニレ。カズくん、ハート、ありがとう。ね、晴れた日、そうだよ。晴れた日に宮島行きたい。くるくると行った時曇りだったから二人が雨女すぎて。つーさん、マシュマロありがとう。たつばるさん、マシュマロありがとう。あずみちゃんが食べたかったお好み焼きありがとう。お子さん、ハート。お好み焼きさん、ハートありがとう。ありがとう。ポロンさん、ハートのあめちゃん、ありがとう。お姉さん、グルメ。ああ、でも、グルメ。そうかも。結構知ってるお店。うん。お店知ってますよ。だから、だいたいご飯食べに行こうってなった時は、お姉ちゃんが知ってるお店に行ったりとか、お姉ちゃんに調べてもらって、ここ美味しそうとか、ここ美味しかったよってところ行って、本当に美味しいから、本当に美味しくて、次は個人的に友達と一緒に行ったりとか。ありますね。お姉ちゃんね、お店探すのうまいし、美味しいお店知ってる。おしゃれなお店とかいっぱい。しんさん、ハートのあめちゃん、ありがとう。こんばんは。そう。いや、フレンチトーストは結構きつかった。つむさん、ハートのあめちゃん、ありがとう。山向吉さん、ハート、ありがとう。ね、弟召喚したくなりました。キャロットさん、レインボースター、ありがとう。さっきカスミンがアズミンと一緒にできるの嬉しいって言ってます。え？本当？花田じゃない、僕隊？え？嬉しい！そうだよ。ね。この前、昨日か。昨日、そうなんですよ。15日の方の練習をしてきて、僕隊の。いつもとは違うね。サンキちゃんたちの
あの方に入るので、次初めてだから本当に初めて一緒に僕隊に立つメンバーめっちゃいるんですよ。かすみん、ひーたん、りあちゅう、かなう、うん、初めて一緒に僕隊のステージ立つメンバー嬉しいですね。私もなんかすごい新鮮だった。いつも顔合わせてるメンバーがさ変わるからさ、新鮮でしたね。嬉しい、嬉しい。うなぎ好き、うなぎ大好き。でも最近全然食べてないです、うなぎ。マサイトさん、ハートさんね、ありがとう。バンジャラモンスターさん、結婚してありがとう。おかとうさん、ハートありがとう。サクさん、マシュマロありがとう。リンくん、マシュマロありがとう。そう、あちゃんちゃんめ、そう、リチャがね、リチャと同じあのポジションだったので、リンくん、マシュマロありがとう。そう、ヒータと初めてなんよねえ、一個聞いてや。これさ、まあ、僕隊終わった後で話そうかなと思ったんだけど、まあ、みんなポジション一緒なの知ってるからあれかな。くるくるとね、ヒータンがね、ポジション的に一緒なんですよ、僕隊。同ポジがくるくるとヒータンで。で、自分さ、レイダウンの時さ、くるくると後ろでさ、イチャイチャしてるじゃん、いつも。いつも後ろでイチャイチャしてるじゃん。だからさ、それに慣れてたからさ、そう、今回、てけ、その15日は私、ヒータンとイチャイチャするんですよ。でもさ、同級生なんよね、ヒータンとって。でさ、やっぱりさ、そう。イチャイチャ、だから、この前の練習の時に、そう、ヒータンにこうやって、ギュッて抱きついて、初めて抱きついた。初めて抱きつきました、レイダウンの。練習の時に初めてギュッて抱きついて、どこまでヒータンに行けるかレッスンだってくるくるはさ、もう何やってもいいじゃん。もう同期だしさ、もうずっとやってるからさ、くるくるにはもう何やってもいいから何でもできるんですけど、やっぱ初めてだからヒータンとイチャイチャするのだからそう、だからどこまで行ってもいいかな、ヒータンと一応探るんですよ。一応ね、バンジ探ってこうやってどこまで行ってもいいかなっていうのを練習で探ったっていう話です。そうなんです、ヒータンとね、イチャイチャする。うん、リュウチの代わりのターゲットはミョンです。ミョン、いや、ミョンは、ミョンはね、あのね、東京の時もミョンとやったんですよ。そのレイダウンのサビ前かな、1サビ前は、私、リエチとずっとこうやって、イチャイチャしてて。で、そこがミョンで、立ち位置的に、東京の時。で、次の15日はもうミョンなんですよ。で、東京の時はもうね、ミョンはね、積極的だから。ちょ、言い方やばいかな、怒られそう、いつか。ちょっと、ミョンたちに。積極的、積極的っていうか、そう。ミョンから、こうやって、こうやって、こうやって、アズミンさん、みたいな感じで。ミョンから来てくれるから私はミョンとやってる時はそうされるがままになってますとちゃむーさん、ハートなめちゃん、ありがとう。されるがまま、そうなんです。ヘリアスミさん、マシュマロありがとう。そう、ヒータンチャレンジ、かなかのまずみが握手してくれるとこ好き。え、ほんまに嬉しいえ、そう、かなう、ね、かなうも確かに、いっぱい目合わせる場所多いんですよ、結構。自分もいつもやってて、ノアピとかなうが同じポジションで、ノアピとすごい目合ったりとか、一緒にこうやって踊ったりしてるから、楽しみ。そう、嬉しい。いろいろ新鮮だった、この前初めてレッスンで入ってみて。じゃあいっぱいハグしよういっぱい積極的に絡みに行こう。じゃあこんばんは。
ひるやすみさんハートありがとう。ひろひろさんハートありがとう。絡みに行っちゃおう。ゆずきちさんマシュマロありがとう。こんばんは。クルアーズ投稿見た？クルアーズ投稿、クルアーズ投稿今日のあのね動画温めてたの、あの宮島の動画。いつか載せたいなと思ってて、思ってたけど、なんか載せるタイミングないなと思って、宮島のやつ。温めてて、くるくるがね、あのツイートしてたから、今だと思って載せました。動画ちょっと新鮮でしょ？写真と違って。かいちゃんマシュマロありがとう。フェアチャイルドさんハート、ありがとう。ノブラブイさんハートありがとう。そうスタンケン嫉妬させちゃった、ごめんごめん嫉妬させちゃった。そうアメド、ソラさん、え、ソラさん、そう待って、リプもらってて、気づいたの私遅かったから、そう、お返事明日する。うん、そらさんどうしよう、どうやって言い訳しようそらさんどうやって言い訳しよう最近そうですよ、くるくると二人でいるところ、うん、そう、こんばんは。ガンちゃんヨッシーさんマシュマロありがとう。ケイセティさんダルマさんありがとう。ノブロビさんレインボースターありがとう。ケイセティさんマシュマロありがとう。マッチさん結婚してありがとう。ノーピ、え、ノーピが後ろでポージングしてるのは全然気づかんかった。じゃなくってあれはくるくるのマフラー直してあげてたら、なんかカシャカシャ聞こえるなと思ってパッて見たらくるくるが撮ってて、何撮ってんのっていう、あずみん多分4枚目。 OKB さんレインボースターありがとう。今日も2での MV 見てたけど、2人で走るとこあずみんこけとらん。え、どこだろう、ラスサビのところ、ナーピが携帯持ってるところ？え？こけてないと思う。え、こけたんかな？わかんない。こけてない気がする。え？多分、つまずいとる？あまり覚えてない。こけたんかな？え、でも、こけてない多分。つまずいとんかな？別のこけとる動画、ある。別でこけた。うん。いや、あるんですよ、もう、三人に。もう、これまだ、そう。これ、MV、セルフ MV の NG 集、第1位に輝くぐらいの、面白い映像ってのが自分でも言いたくないぐらいの、映像があるんですよ、これ。そう。三人に、そう、めっちゃいじられた映像これは多分ちょっとね、ちょっとタイミング見計らって出します、これ。ちょっとでもいつか絶対ちょっとね、すごい、もうみんなに見てもらいたいぐらい、これはもうあずみんへのいじり動画マジで
ナーラブさん、レインボースター、ありがとう。ケイスティンさん、ダルマさん、ありがとう。ガンチャヨッシーさん、結婚してありがとう。とちゃむやさん、結婚してありがとう。とちゃむやさん、ハートありがとう。ひろひろさん、マシュマロ、ありがとう。そうだよ。確かに。え、私、ソラハさんが作って、ソラハさんの手作りお弁当食べたい。ソラハさんの手作りお弁当を食べたいんです。急に。ケイスティンさん。ダルマさん、ありがとう。そう。NG 集ね、どっかでなんかしたいな。坂道も、え、そう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 、なんか遊具の坂道。そうのやつ、何回撮り、え、なんかね、撮り直したっていうか、もう公園でもうとにかくいろんな動画撮りまくって、そうだから撮り直したりはしてないかも。めっちゃもういろんな動画を撮りまくって、いろんな素材っていうかわちゃわちゃしてるのも、まあでも、ここのシーンはこんな風にしたいよね、みたいなのは、ちょっと決めたりしたのは、それを出とったりしたけど、ほぼほぼなんか、もう、そうね。あ、でも撮り直した。あ、でもあるな。撮り直してるのもあるわ。てかもうね、めっちゃ、もうちょっと、未公開映像公開、未公開映像公開、未公開映像公開をできる、なんかタイミング設けたい。説明しながら、一個ずつみんなでワイワイ言いながら、未公開映像公開したいから、ちょっとそういう日をて、設けてほしいです。スタッフさん。いや、ほんとに、え、めっちゃ面白い映像いっぱいあるよ、結構、ほんま。リア君、ハートなめちゃん、ありがとう。リオさん結婚して、ありがとう。坂道で安住が息上がってたという噂来ました。くるくるじゃらせ言っとったな。なんか見ましたよ。くるくるが言ってる。そう、それそれ。それです。ほんといじられた、みんなに。みやこちゃん結婚して、ありがとう。ガンちゃんヨッシーさん。マシュマロありがとう、ケイさん。結婚して、ありがとう。タンタンさん、ハートのアメちゃん、ありがとう。ヌシさん、結婚してありがとう。ヘイブツさん、レインボースター、ありがとう。ケイセティンさん、ダルマさん、ありがとう。何テイクも撮ったシーン。2番のサビ前の、待ってよ、歌詞が出てこん。そよ風にざわざわと揺れる音が好きなあのと、木漏れ日を見上げて耳を澄ませてたあの時、黙り込んだのは僕がどう答えるのか、少し期待をしてのところが、一人ずつこう歌っていくシーンを、こうなんかこう一人ずつこうやってなんか回りながら、回ってってこうやって一人ずつ出てきて口パクで歌ってるみたいなシーンがあるんですよ、 MV。 あそこは何テイクかしたかも。うん、何テイクかした覚えがある。あとは初めのとこかな、初めのいつもの公園のベンチの指定席のところのソロカットとかは、人によっては何、うん、NG テイク何個かあったりするかも。リア君、マシュマロ、ありがとう。いや、オフショット公開したいですよ。ね、オフショット公開配信したい。セルフ MV の NG シーンまとめた動画。確かに、面白そう、それ。うん。面白そう。こんばんは。花火さん、レインボースター、ありがとう。トワイライトさん、マシュマロ、ありがとう。でもね、NG シーンはちょっと公開したいです。未公開シーン。
みよこちゃんバラありがとう、りょくさんマシュマロありがとう、トワイラットさんマシュマロありがとう、ルーカスさんレインボースターありがとう、昼休みさんバラありがとう、トワイラットさんマシュマロありがとう、ありがとう、 MV 見てくれてありがとう。でもどこで撮ってるかさ、あの出してる方いたこれはどこどこの公園だってすごいと思って、その公園の雰囲気とか背景だけで特定できるんだって思ったね。ソーダさんハートなめちゃんありがとう、え、かけの非常しかった、うん、めちゃんこうまみんでした、めちゃんこうまみん、ありがとう。でも本当に一つの公園しか、公園一個だけだから、一個だけっていうか一個の公園でしか撮影してないので、うん、本当に多分すぐ聖地巡礼できると思う。大体わかるんだ。わかるもん。こんばんは。そう。え、聖地巡礼すごい。あそこの公園になんか、最近人がすごく来るようになった、あそこの公園って。みんなが聖地巡礼始めて。なるかも。最近すごい大人の人がいっぱいいるんですよね、あそこの公園。ケイセティンさん、だるまさんありがとう、こんばんは。確かにみんなシャボン玉するかも、シャボン玉しだすかもしれない。そう、最近あそこの公園でよくシャボン玉してんだよな、みんなってそうだね、そうだ、確かに子供が近い公園だから、邪魔にならない程度に聖地巡礼してください、ぜひ。じゃあ、うん、そう、え、そう、シャボン玉キットね、シャボン玉キットの残骸がマネージャーさんの机から出てきました、この前マネージャーさんの机見てたら、あの日のシャボン玉キットが、うん、残りがまたどこかで使うかもしれないからって言って残してくれてた、シャボン玉、 MV のシャボン玉。マーキュルマシュマロありがとう、大きな子供がいっぱい集まる、怖い、大きな、怖い、ちょっと大きな子供がいっぱい集まる公園怖いよ、怖い怖い、なんか文字の響きが怖い、にわかさぽさん、初見さん、バラバラさん、だるまさんありがとう、竹まつるさん、マシュマロありがとう。うん、怖すぎる、この間シャボン玉吐いてます怖すぎる、怖すぎる、それはもう危ないね、なんか怖い、貫禄ありすぎじゃろ、貫禄のある子供貫禄ありすぎる、うん、でもね、そのフルめっちゃね、前日が確か雨だったんですよ、大雨で、当日も天気予報的には雨だったんです。え、ナーラムさん、タワーありがとう、待って待って、天使かわいい、ありがとう、ありがとうございます、ナーラムさん猫
双子猫ちゃんだ。にゃん。にゃんにゃん。ありがとう。嬉しい。ありがとうです。お礼待っててください。ありがとう。タワー天使？嬉しい。こんばんは。ありがとうございます。マサイトさん、ダルマさん、ありがとう。ありがとう。嬉しい。かわいい。猫ちゃん。双子猫ちゃん。ね、ギフトかわいいね。マシュマロもかわいいし。かわいいです、ギフトが。猫カフェ行きたい、今。めっちゃ猫カフェ行きたいんですよ。ペットカフェ行きたい、ペットカフェ。え、ももちゃんさんって猫好きかな？リオさんかわいい。ありがとう。ももちゃんさんとね、ずっとお出かけしたいねって、したいですねって言ってて。ももちゃんさん卒業するまでに行きたいんですけど。猫好きだよね、ももちゃんさん。私猫カフェ行きたくって。ももちゃんさんと猫カフェ、誘ってみようかなーって今ちょっと思ってます。好きだよね、ももちゃんさん、猫。猫ちゃん。ナーラムさん、え、ありがとう、え、天使、ありがとう、嬉しい。天使いっぱい。ありがとうもありがとう。ナーラムさん。ありがとう。マルスさん、ハート。ありがとう。そう、行けてないんですよ。2月がね、ちょっと、予定合わず、もう3月に行こうと思って、そっから行けてなくって、3月中か4月中に行けたらなと思ってて。ナーラブさん、ハートのアメちゃん、ありがとう。ケイセティンさん、マシュマロありがとう。ナルニさん、マシュマロありがとう。ね、猫カフェ、あれの飼い猫、ラキ君と死んだ。あ、そうなんだ。ふくふくカフェ。え、何、ふくふくカフェってそんなのあるんですか。行きたい。え、ふくふくカフェって何。あかりんさんのカフェ。え、行きたい、ふくふくカフェ。ふくふく牧場。え、調べてみよう。にゃん、猫カフェ、ちょっと言ってみよう。ももちゃんさん、次会った時ね、三好ってでもちょっと遠いね。え、この前猫カフェの近く通った時に、猫カフェにいた猫ちゃんがもう可愛くって、もう溶け、とろけてた。猫ちゃんが寝てたんですけど、窓の、なんだろう、この窓越しに寝てて、もう猫ちゃんが溶けてた。とろけるように、ぐえーって、ぐでーんってなって寝てて、可愛すぎて、それが本当に。やられちゃったんです。それ見て、その猫ちゃん見てからね、ずっと猫カフェ行きたいの。あずみんファンカフェ。みんながいっぱいいるカフェ？おもてなししてくれるの、あずみんを。え、ちょっと気になるかも。あずみんファンカフェ。あずみんちカフェ。みんなメイドの格好とかしてくれるんかな、みんなが。おもてなし。セロさん、マシュマロありがとう。おいしいご飯おもてなしてください。じゃあ、あゆみちゃんもあずみん戦い、裸一緒、ほんと？似てるんかも。あ、でも今日佐渡行ったんですよ。で、お姉ちゃんも一緒に茶道教室行ってて、その、でもお仕事
的にお姉ちゃんと同じタイミングで行けること本当に少なくって、初めの月に2回ぐらいかな、お姉ちゃんと一緒に行けたの2回ぐらいで、だからもうそれぞれのタイミングで今ずっと茶道通ってるんですけど、今日行った時に、私は初めましてだけど、多分その方は前にお姉ちゃんとその茶道教室で会ったことがある方で、初めましてで挨拶したんですよ。あ、初めましてって、岡田あずみですって挨拶したら、そのお姉ちゃんっておられますって言われて、茶道教室にお姉ちゃんと一緒に通われてますって言われて、あ、姉と一緒に通ってますって言ったら、あ、やっぱりって言って、似てますねって言って言われたから、似てるんやと思って、似てるらしいです。だから私とお姉ちゃん、ヤッピーさんハートありがとう、昼休みさんマシュマロありがとう、ヤッピーさん結婚してありがとう、ありがとう、ナシさんハートなめちゃんありがとう。今日の僕はウソさん、バラありがとう。うん、似てるみたい。ナーラブさんマシュマロありがとう、こんばんは。似てるみたいです。お姉ちゃんは最近前髪こうやってやってんの、パッカンパッカンしてる、こうやってこういう感じでやってる、伸ばしてて。ヒゲじいしんちゃん先生さんハートのアメちゃんありがとう。そうそうそう、前髪分けてるの。でも見た目はね、身長も普通に155ぐらいだし、大人っぽいですね、お姉ちゃん。大人っぽい見た目かも。ヒゲじいしんちゃん先生さんハートありがとう。佐渡行くときは着物ですか？佐渡行くとき、着物じゃない、普通に私服です。着物着てない。うーん、え、雰囲気違う。でもそう、違うんよお姉ちゃん。うん、私と雰囲気は全然違います。似た雰囲気じゃないから、自分たち自身もそっくりって感じあんまりしないんですよ。あんまり自分たちでそっくりだなと思わんけど、でもやっぱり似てるらしい。でも似てるねって言われるから、で顔もね、そんなに似とるわけじゃないと思うんだけどね。雰囲気もちょっと違うかも。何が似とんかな。自分よりも、姉感強めです、私より。まあそりゃそうか、姉だからか。姉感強め、お姉ちゃん、お姉さん、お姉さん、なんど、どっちかというと妹系じゃん私多分。甘い感じがするけど、自分は。お姉ちゃんに比べたら甘い感じ。お姉ちゃんの方は、甘いよりは、なんか、キリまだいかんけど、私よりかは甘くない感じです。なんか、雰囲気とかが。朝椅子代わりにして、なんか来なきゃと。え、そこいいよね、配給。ね。面白いじゃろ、マジで、配給ね。配給おもろいじゃろ。そう、声似てないかも。うん。私の方が高い、声は。お姉ちゃん低いです、声。あ、でも本人が思うより似てる。いや、まあね、自分たちだとわかんないよね。
ライジングさん、マシュマロありがとう、メオコーちゃんハート、ありがとう。え、そう、私ね、結構、妹なんです。妹でいる方が好きなんですよ、普通に。私、普通に妹だから、兄弟構成の中でも。まあ、弟がいるから、姉でもあり、妹でもあるけど、関係性的には、お姉ちゃんとの時間の方が長いというか、関係性の方が深いので、やっぱり、年も近いし。だから、割と妹属性。だし、甘える方が、好きっちゃ好きですね。甘えれるなら甘えたいってところはあるけど、ね。ってところはそうありますね。みやこちゃん、ハート、ありがとう。あずみにいつも系です。絶対違う、そんな。そんな系統ない。あずみにいつも系って何？あ、配給春高バレー出場決まったかまで行った。え？結構進んだね、じゃあ。春高バレー。出場決まったとこ。え？全国大会か。に行く前ってとこ？こと。まで？配給の締め一発。むずそう。キタさん違うか、キタさん。高橋さん、マシュマロありがとう。マサトロさん、マシュマロありがとう。まさか妹みたいな子たちいじられまくるという。いや、ほんそうなんですよそうなんですよ。そう、まあ年齢的にね、そうね、やっぱり圧倒的に離れてるので、今どうしてもお姉ちゃんしちゃいますよね。そう、チンケイヨさん、ハートありがとう。こんばんは。2.5 期はノアピクルクルがね、そうそうそう、ノアピ、ね、まあね、クルクル、まあ、ノアピのクルクルも分かるっちゃ分かるけど、ノアピが一番分かります。姉感あるノアピは。うん、年的にはね、自分より下なんだけど、たまにね、垣間見える姉感、お姉ちゃん属性感が自分見ててすごい見えるから、ノアピって。うん、やっぱお姉ちゃんなんだなと思う。妹がいるの、アピで、くるくるが弟かな。くるくるはあんまり姉感感じたことないけどナーピが一番感じるかも、あの二人で。うん、お姉ちゃん、そうなんよ、あの二人が長女組ですね。ナーピはね、感じる、すごい一緒にいて姉感あるよね。そうなんですよ。なんかね、接しててやっぱ年下だから、自分的には妹な感じ大きいけど、ノアピをノアピとして単体として見たとき、なんていうんかな、あるよね、ノアピね。やっぱお姉ちゃんだなと思う。姉妹構成の。みさきさん、ハートたくさんありがとう。当たったの？すごっ。キタさん好きな一番。めっちゃ好きそうだもん、なんか。キタさんっぽい。すごい、当てれるの。当てれるのすごい。
クルちゃんと宮島行った時ペッタラポッター食べれたん、え、食べれんかったんよ。食べれんかった、平日に行ったけん。そう、やってなかったんです、ペッタラポッタラ。ねえ、ノーピは猫ある。マサイトさんハートありがとう、リア君ハートありがとう。でもね、姉妹的に下が妹か下が弟かとか、弟かとかでも多分変わると思う。くるくるのとノアピの姉感覚。くるくるは弟だけどノアピ妹だから、多分妹が下にいた方が姉感強めにな、強くなる気がします。お姉ちゃん感が強くなる気がする。ルーカスさんハートありがとう、リア君ハートありがとう。ケンセティンさん、ダルマさんありがとう、ナラブさん、マシュマロありがとう。そう、平日ねペットラポットラやってないんよ。こんばんは。え、アズアズが最近使っとる顔文字ほんま好き。え、ほんまに嬉しい、嬉しい。うん、嬉しい。顔文字、もう私の感情を表現してる。最近使う顔文字めっちゃ一緒かも。キュルンの涙か、キュルンめっちゃ使うよね私。キュルンってやつ、キュルンって文字すごい好きなんです。ヘリアズミさん、マシュマロありがとう。アズミとリオツンなら、アズミが妹感でリオツン姉か。ああ、ほんとに？リオツン姉感？確かに。リオツン。身長じゃないそれ。身長と選んでない。こんばんは、ね。面白いですよね。兄弟構成。兄弟構成。意外とね、現れる。ぬしさん。歯車ありがとう。アズクレじゃなくてグラーズが正式な、なんかさ、ちゃんとね、考えてないんです、ちゃんとさ、正式ってないんですよねまだ。なんか呼びやすい言い方でパッて呼んじゃってて、正式を作ってないから、どっちも、どっちでもいいっちゃいいんですけど、クルアズ正式にしようかな。うん。クルアズで広めよう。そうなんですよね。中でどっちも呼びやすいっちゃ呼びやすくって、アズクルもクルアズも。でもどっちって決めてなかったんですけど、そう。クルアズ正式。クラーズ正式化にしようかな。クルアーズ、クルアーズ、うん。クルアーズ了解ね。おかしいおかしい。おかしい、了解じゃないんよ。おかしいおかしい。アザになっとる。ちょっとアズじゃなくてアザになっとる。くるくるがあざといみたいになるよ、クルアザって。くるくるあざといの略語みたい。え、そう、一回ラジオではそう、くるみんとも言ってた。くるみんってなんかピクミンみたいだねってなって、そう、くるあずかな、くるあず、くるあず、お願いします。くるイコールカムなので、あざカムって言うわ。新しすぎる。あざかむ。ダブルビーに。クルアズとクルアザ？やばい。あずみんがあざといことしてるときは、クルアザで。くるくるがあざといことしてるときもクルアザで。じゃ、どっちかがあざといことしてたらクルアザになる。あざといこと。二人であざといことしてたらもう。
あざくるあざ。マサイトさん、ダルマさん、ありがとう。そう、クルミンね。ピクミンみたいだから。クルミンも好きだけどね、自分。クルミン。クルンってしてる。なんか、ぷちょってしてる感じがして、好き。クルミン。クルアーズで。クルアーズでお願いします。ひとりしかさん、ハート。ありがとう。いや、ほんと、チビーズ。いや、チビーズは、そう。そうですよ。チビーズは、なんとしても。ちょっと、認めざるを得んかった。チビーズは、ちょっと、正式名称に。レイカズさん、ハート。ありがとう。でも、ずっと、2.5 期の、もうほんと初期から担当してくださってるマネージャーさんは、に言われるんですよ。チビーズ2人って。マンジャラマンサーさん、ググ、ありがとう。チビーズ、チビーズ、チビーズって言われて。そう。だから次からは、クルーズですって言わなきゃ。みやこうちゃん、ハートのあめちゃん、ありがとう。ねえ、でも全メンバー。でも、ちびちびユニット作りたいな、ちびちびユニット。ね、かなうね、ほんとに。かなう入れて作れるよ。ちびちびユニット。クラーズかなう。ミニユニット。ミニ STU。STU ミニ。クルアズ、クルアズ、いや、そこはクルアズで、クルアズで曲作らせて。そんなんできたらもう、すごいですよ。フーチホさんみたいに。頑張ろう。頑張ろう。じゃあ、そこまでいけるぐらい、曲作ってもらえるぐらい頑張ります。クルアズ。広めてこう、クルアズ。ルーカスさん。天使。ありがとう。ナラブさん、マシュマロ、ありがとう。ミニーズ。まあ、でも、チビーズよりかは、ミニーズがいいね。ミニーズ。ミニーズの方がまだ可愛い。ミニーズ。こんばんは。ミニーズ。エムズみたい。ミニーズ。かわいい、あずあず、あずみん、くるくる、かなう。もう一人足してミニオンズ。ミニオンズいいじゃん。四人組ってことでしょ、ミニオンズ。そう、ミニオンみたいかな。ミニオンっぽいけど。ミニオンズ。かわいい。かわいい。確かに。ももちゃんさんがいたらももちゃんさんだな、メンバー。ミニオンズ。みさきさん、ハートなめちゃん、ありがとう。著作権怒られた。いや、ギリギリ多分結構。ミニオンズ結構ギリギリ。ミニーズも結構ギリギリ。背が伸びたら解散怖い。背が伸びたら解散怖い。規定があるんだね。152からダメです、みたいな。151からダメです。背が伸びたら解散。じゃあ私一生、抜けるかな。私最近伸びないから、私は一生、グループ属性。一生グループ属性かも。ねえ、ミニオンズ。いいなぁ、でもなんかミニミニ。ミニミニでなんかやりたいな、ミニミニ。最後はずいのさ。みんな大きく成長しましたが、私は変わらず、これまでもこれからも148センチです。聞いてください。
ミニオンズ最後の一人。やばい、できてもないのにもう終わり。終わりができてしまった。そのグループのうちくるくら自分は背が高いとやりそう。いや、よくない。本当に、確かに、確かにね。で、どやらないからね、150センチのくるくる何も。マジで150センチのくるくる何もね、身長でどやれないですから、本当に。リオさん、マシュマロありがとう。そう、絶対このスピーチ、うん、いや、みんなも身長伸びないよ。もうここまで来たら身長伸びない。カナウも来るも、そうだよ、みんな四捨五入で150。いや、ほんとそうですよ、みんな四捨五入で150だから。そう、揉めない、揉めない方が、揉めるべき、まあ、そう、そう、揉める、揉めなくてもいいんです、これは。揉めるべき問題じゃない。みんな四捨五入で150センチで平和的解決。そうだよ、私もね、150だから、四捨五入したらね、一緒ですよ、くるくると。叶うとも四捨五入したら切り捨て。なんでや。なんであずみんだけ切り捨てな。ケーセティンさん、だるまさん、ありがとう。いや、印象変わ、そう、150ね、壁だけど。ケーセティンさん、ハートありがとう。デカーズ、ノアピとかじゃない、ノアピ今 STU で一番新、あ、でもゴッティじゃない、ゴッティ、ゴッティだね、ゴッティセンター。てか、ゴッティセンターかも、うん、ゴッティセンター。一番高いの誰、ゆきりこさんかな、ゴッティの方が高いんかな。でもね、リエチ、サンキちゃん結構高いからな、リエチも高いかも。キリカさんか、でも。ヒーターも確かに高い。ゴッティとキリカさんかな。ゴッティ高いよね。リオツンも高いけど、高いけど、どうなんだろう。でもっと高いメンバーいるのかな。ノアピがね、未知数なんですよね、マジで。ノアピ絶対伸びてるもん、なんか。何センチなんじゃろう、あの子、本当に。あ、確かに、アカリンさんも高い。アカリンさん高い。あ、リエチそんなになのか。リエチめっちゃ高い印象あった。アカリンさんとか何センチなんだろう。意外とわかんないわ、何センチか。ノアピ絶対165くらいあるよね。うん。確かに168っぽい。あ、ゴッティごめんなさい。イチゴです。イチゴ。ごめん。ごめんごめん。自分のあだ名だから。自分が勝手に呼んでんの、ゴッティって。イチゴッティ。北沢イチゴです。サンキの北沢いちごちゃんのこと、ゴッティイコール北沢いちごちゃんです。やりそう、あると思う。あ、あかりんさん160、そっか。あ、マエハさん、マエハさんだ、マエハさん高い、うん、身長確かに。あずみんショールームで大きく感じるんだけどな。いや、そうなんよね、そう、よく言われる。なんか写真とか、写真とか配信で見ると大きそうって言われるんですよ。なんで？なんでなん？大きそうな顔しとんかな？写真とか配信だと背大きそうに見えるのに、実際めっちゃちっちゃいっていう、言われる。
ぬしさん、マシュマロ。ありがとう。大きそうな顔したのかな。ダンスしてるだけだったね。え、ほんま？嬉しい。嬉しいかも、それ。めっちゃ。あ、近い剣かな、こうやって。こうやって近い剣大きく見えるんかな。そうかも。こんばんは。え、スタイルがいいか。え、嬉しい。嬉しい、言われんもんな。だって148センチ、スタイルいいとは言われないからな。嬉しいです、そんな。ありがとうございます。近づく。嬉しい、本当嬉しい。一人しかハート、ありがとう。嬉しい、ありがとう。嬉しいわ。じゃあ嬉しくなったところで、そろそろ配信を終わろうと思います。アズミンが最後気持ちよくなって終わっちゃった。13位みさきさん、ありがとう。12位ガンちゃんヨシさん、ありがとう。11位みょうこうちゃん、ありがとう。10位のぶろーぶいさん、ありがとう。9位ケイセティンさん、ありがとう。8位もりもりさん、ありがとう。7位ディオさん、ありがとう。6位くまるパパさん、ありがとう。5位 OKB さん、ありがとう。4位昼休みさん、ありがとう。3位花火師さん、ありがとう。2位ルカさん、ありがとう。そして1位はドゥルル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 ルバン、ナーラブさん、ありがとう。タワーありがとうね、ナーラブさん。お礼待ってて、ありがとう、ありがとう。明日も一日頑張ります。ありがとうね。お疲れ様です。ありがとう。じゃあ、ねえねえあずみんで終わります。せーのって言ったら、ねえねえあずみんって言ってください。せーの。なーにー。ありがとうございました。バイバーイ。またねー。おやすみ。ゆっくり休んでねー。バイバーイ。